これじゃん、これじゃん。気づいてなかった？全然気づいてなかった。本当、ここにいてあるよって言って言おうと思った。少し長い。じゃあ何のこと？観葉植物買いに行った。観葉植物？なんか買えたらいいなと思ってる。特注植物。特注植物とかあるかな。こんなに大きくなるかな、うちのオリーブ。ならない。こんな。このぐらいなってほしいな。なあ。比較的こう透けてるっていうか、この樹形がこういう形になってるので、あまりこう中が枯れ込みにくいので、はい、夏場でも割としっかりこういう緑を保つような形にはなりますね。はいはいはい、しいのかな、そうなんです。ここポットコーナーって書いてるから、なんかめっちゃいっぱいあるんだよ。ねね、それなんか面白いね、ほら、柄が。いやいや、葉っぱの柄見てほら。なんかあれやん。カエルのあれみたいな。これも面白いよ、これ、ほら。柄がすごい。天望台。お花の森。今からいいじゃない、このハイビスカス、ほら、夏だし。あ、本当だね。こいちゃん、ハイビスカス。この色。あ、だから大々みたいな。へ、うん、かわいいね。お花もね、言ってもね、やっぱ太陽がね、当たらんとあかん。こっちもなんかあれらしい。ドッグランとかもある。あ、こうちゃん、みんちゃん。入れてる皆さん、はい、よかった、はい、おー、広、めっちゃ広いね。おいちごハウス目の前よ。え、これドグラン、平日、え、こっちヤギさんいる。ヤギさん来てくれた。見て、白いヤギさん。こんにちは。かわいい。立品さんだね。ヤギさん。どうぞ。あ、どうぞ。まあ。こわちゃん、お父ちゃん食べてるよ。ほら見てごらん。あ、熱い。
てくれた。かわいい、かわいい、かわいい。で、こんにちはする。こんにちはする。こんにちは。こんにちは。ピーターラビットでしょ。ほら、ウサギっていろんな種類あるやん。あ、そうなの、うん、どうやってあげる、それって。あげられへんよ。ほらほら、かわいそうな、やっぱこれだわ。コハの圧が、圧がお前の。ないまっすか、こら、ちょっと上手に食べるね。何してる。